俺の勤務する学校の話。男性職員の更衣室の奥に配電盤みたいなのがある小部屋がある。そこには鍵がかかっており、マスターキーがなければ開けることができない。ドアの前には誰かの荷物や段ボールが積まれていて、その部屋の存在すら気がついていない職員が多かった。最近になってサーバーの配線の関係で調査中にそこを開けることになった。マスターキーで鍵を開けて中に入ってみたところ、2畳ほどの小部屋の奥にさらにドアがあった。図面にも名前がついていないし、何の部屋だろうと思い開けてみると、そこはコンクリート打ちっぱなしの1畳ほどの空間だった。不気味だったのは、その床に半畳ほどのござが敷かれ、その上に学校で使用しているカーテンを畳んで敷き、さらにその上にレースのカーテンを畳んで敷いた上に、ドア側に頭を向けた真っ黒なテディベアが寝かされていたことだ。間違っても生徒がいたずらで入れる場所ではないし、マスターキーを持っているのは管理職と事務職員ぐらいしかいない。転勤した職員にも見たことがあるか聞いてみたが、誰も知らなかった。そして再度数人で確認をしに小部屋に行った時、さっきまで真上を向いて横たわっていたテディベアが、右肩を下にしてドア側に少し顔を向けたポーズに変わっていることに気がついてしまった。その後、誰もその部屋に確認に行こうとしなくなった。俺たちは全員、その部屋も、テディベアのことも見なかったことにして、触らないことにした。2歳になる子供が、なかなか滑り台を滑れなくて、かっこ怖がって登らない。近所の人に、少し離れたところの公園の滑り台は小さめだよという情報を聞き、子供と一緒にその公園まで出かけて滑り台の練習をしていた。気がつくと、公園の向かいにあるボロいアパートの2階の窓からおじいさんがこっちを見ていて、子供もそれに気づいてバイバイと手を振った。おじいさんも手を振った。しばらくすると子供がそっちに走っていこうとしたので急いで捕まえたら、おじいちゃんがこっちに来いって言ってると必死で行こうとする。公園の前は結構車の交通量が多い道路だし、そこを通らなきゃアパートに行けないから、とにかく子供を捕まえて危ないからと説得した。気がつくとおじいさんがいた窓は閉まっていた。数日後、近所の人にその公園に行ったおかげで、子供が滑り台を滑れるようになったと礼を言い、ついでに、あそこの公園、交通量が多くて、と会ったことを話すと、その人が嫌な顔をして、あのアパート、今誰も入ってませんよ、と言った。有名なんだけど知らないの？と PC を開いて某事故物件サイトを見せてもらったら、そのアパートの2階で男性のミイラが発見されたことが書いてあった。そのおじいさんがミイラなのかどうかは不明。でも二度とその公園には行きたくない。姉の娘、エリカが7歳の時、極度のうつ病になった。当然学校へも行けず、一日中家にいて誰とも話さず、気に入らないことがあると癇癪を起こして泣きわめいていた。その頃義兄は海外で単身赴任中のため、姉が心細いというので、私もできる限り、姉の家に寄るようにしていた。
ある日、姉は今住んでいる都心のマンションはそのままで、庭のある家を借りるから一緒に住んでもらえないかと聞いてきた。いろいろ考えた末に、環境を変えることでエリカが良くなるかもしれないと医者に言われたことを実行することにしたそうだ。その頃私は都内の実家から郊外にある職場へ通っていた。姉は私の職場から比較的近いところに家を見つけた。引っ越しが済み、落ち着いたあたりからエリカは笑顔を見せるようになり、話すようになってきた。その家に住むようになってから2ヶ月ほど過ぎたある日、エリカが自分の部屋で壁に向かって話しているのを姉が見かけた。誰と話してるの?と姉が聞くと、し、ゆうこちゃんはママのこと嫌いだから来ちゃダメ。姉が、ゆうこちゃんって誰なの?と聞くと、エリカは、お友達だよ。と言ってクスクス笑って、私たちプランがあるんだけど、どんなプランかは言っちゃダメなの。その話を姉から聞いたとき、背筋がゾッとした。姉が考えているようなイマジナリーフレンドではない、何かがいるような気がして急に不安に襲われた。その後もエリカは毎日ゆうこちゃんと話をしていた。そして毎日、私たちプランがあるのと言ってはクスクス笑っていた。姉はエリカが庭で遊んでいる間に赤ちゃんの部屋用の音声モニターをつけた。エリカは部屋に入るとすぐに話し始め、今日夜になったらプランをするんだよねと聞くと、し、エリカのママが聞いてるから黙って、と違う声が聞こえた。そしてモニターは切れてしまった。その声はしゃがれていて、エリカの友達というには年老いた声だったと姉は泣きそうな顔で言った。何が起きるかわからないから今夜は絶対に寝ちゃダメ。私も寝ずに様子を見るから、と姉に言った後、これから起こるであろう何かのために心の準備をしなければと思った。その夜、エリカは何度も姉の寝室に行き様子を伺っていた。姉がどうしたのと聞くと、プランがあるからとクスクス笑って自分の部屋へ戻っていった。夜中1時を過ぎた頃、姉は急に睡魔に襲われ、うとうとし始めたらしい。その直後、エリカが入ってくる気配がして目が覚めたが、そのまま寝たふりをしていた。エリカは姉のベッドの横に立ち、ママ、痛いのはちょっとの間だけだから、大丈夫だからね。姉は薄目を開けて、エリカの方を見た。エリカはとても嬉しそうに微笑みながら、頭上に振り上げた包丁を姉の胸のあたりに突き刺そうとしていたそうだ。姉は思い切りエリカを突き飛ばし、包丁を奪い取って大声で私の名を呼んだ。私が行くと、エリカは床に倒れて泣き叫んでいて、姉は包丁を手にしたまま震えていた。私は泣きじゃくるエリカを抱きしめながら、ママに何をしようとしたの?これがプランだったの?ゆうこちゃんがやるように言ったの?と聞いたとき、部屋の隅にエリカと同じ年格好の少女らしきものが見えた。あれがゆうこちゃんなの?エリカはうなずいた。ゆうこちゃんの顔は深いシワとシミで、老婆のようだった。私はその少女に向かって叫んだ。あなたはどうしてここにいるの?ここにいてはダメ。早く向こうの世界に行きなさい。ここにいたら悪魔になっちゃうんだよ。
パパもママもここにはいないでしょう。ここにいてもしょうがないんだよ。体の震えが止まらなかった。ゆうこちゃんの顔が歪んで恐ろしい形相に変わる。その時エリカが叫んだ。悪魔にならないで、ゆうこちゃん、優しい天使になってよ。怖くて逃げ出したかった。一体どうすればよいのかもわからない。本当に神様がいるのなら助けて、と思った。ゆうこちゃん、お願いだからもうやめて。プランはもうやめにしようよ。エリカが泣きながら訴えた。突然ゆうこちゃんの顔が普通の女の子に変わった。そして一瞬微笑んだと思ったら消えてしまった。後日談。エリカはゆうこちゃんのことも自分がやろうとしたことも覚えていなかった。義兄が任期を終え日本に戻るまでの3年間、私たちはその家で暮らし、エリカのうつ病もすっかり良くなって、学校へも行けるようになった。そしてゆうこちゃんは二度と現れなかった。私は今でもその家に住んでいる。もう5年くらい前の話。友人と飲みに出て家に帰ったのは12時過ぎ。翌日も仕事なのでそのままいつものようにベッドに寝た。どのくらいの時間が経ったのかわからないが、突然自分が寝ている部屋に誰かが入ってきた。おい、行くぞ。今考えると不思議だが、その人にそう言われると、ああ、行かなきゃ、と思い、なぜかベッドの上の掛け布団を畳んで部屋の隅に置いた。ちなみに、今までそのような動作はしたことはない。で、その迎えに来た人と家を出た。その後の記憶は全くなく、ただなんとなく覚えているのは、車に乗ったような気がすることくらい。しばらくして寒くて起きた。いつものベッドの上にいた。ああ、そういえば掛け布団部屋の隅に置きっぱなしだったよね、とか思い、それをかけて寝直した。朝になって、そういや昨日変な夢見たな、くらいに考えて、一階のリビングに朝飯を食いに行ったら父親が、昨日の夜中どこ行ったん?と聞いてきた。ああ、丸丸くんとあそこの居酒屋、と答えると、それは出て行くとき聞いた。夜中に一旦帰ってきて、また誰かと出かけたろうが、車で。ブルッとした。昨日のやつ、夢じゃねえし。なんとなく認めたくなくて、どこにも行ってないと否定するも、同じ2階の隣の部屋で寝ていた父曰く、玄関の戸が開く音で起きた。誰かが入ってきた。二人が階段を降りる音、玄関の引き戸を閉める音、車のドア2枚が閉まる音が聞こえた。タイヤを鳴らして道路に出て行った。マジか、と思い、昨日一緒に飲んだ連れに電話をしてみたが、もちろんうちには来てないとのこと。つか、もし来ていたら普通に飲酒運転だし。真夜中の謎のドライブの記憶は、相手が男だったような気がすることと、隣町くらいまで行ったことを、なんとなくうっすら覚えている程度です。ちなみに泥酔はしてませんでした。未だに意味不です。バスの運転手をしていて、その日は東京から京都まで夜行便の運転だった。運転手は二人で、途中で交代をする。
深夜の高速をひた走っていると、前方にバスを見つけた。バスは一般道を走る路線バスタイプで、高速を走る観光バスタイプではなかった。お、路線タイプが走ってるなんて珍しい。そう思って、どこの会社だろうかと追い抜きざまにちらっと見ると、5、6人だけ見えた顔は血だらけで背筋が凍りつく。そして前方の行き先幕をサイドミラーで見ると、ヨミとなっていた。とりあえず京都に着き、お客さんの荷物を下ろしていると、昨日めちゃ怖い夢見てん、と乗っていたお客さんが友達に話していた。内容は満員のバスで、車内は全員血だらけの乗客が乗っていたというもの。それ、夢じゃないんだよ、と心の中で思いつつ荷物を渡していく。そして回送で車庫に行く途中、仮眠を取っていただろうと思っていた相方も、そのバスを見たと口を開いた。お客さんが寝てる時間に喋ると迷惑だろうから、すぐには話せなかったと。その後、そのバスは今のところ見ていない。小学生低学年の頃、学校終わると神社で遊んでた。その神社は林に囲まれてて、鳥居くぐった先のかなり長い階段登った場所にあるから、いつ行っても人はいなかった。静かな場所で、苔のついた石碑や、くたびれた木の社があって、時間が切り取られたみたいな、おおらかな雰囲気が大好きだった。社に座ってぼーっとしていると、さわさわ歯の擦れる音が響いて、すごく落ち着いたんだよね。ある日、いつものように神社行こうとしたら、階段にどんぐりが置かれている。不思議に思いながら階段を登って神社に着くと、先客がいた。いつも座っている神社の椅子に、同じ年くらいの子供がいるんだ。見たことない子だった。遠目から見て、顔色の悪い子だなって思った。そいつは俺に気づくと笑って、おいで、おいでって手招きしだした。俺は人見知りな性分で、どうしようかってしばらく迷ったまま、神社の入り口で立ち止まってたんだ。5分くらいかな。その間そいつはずーっと同じ動作で、おいで、おいでしてるんだよ。表情は笑顔のまま変わらないんだけど、それがずっと見ているうちに、笑ってるんじゃなくて、怒っている顔に見え始めて、気味が悪くなった。だから、無視して帰ることにしたんだよね。階段を降りようと、きびすを返すとき、視界の端で、そいつが笑顔のまま立ち上がったのが見えた。追いかけてくるなって思った。階段を降りる途中、背後から気配がして、寒気がすごかった。すぐ後ろに何も言わずそいつがついてきているのがわかる。振り返るのが怖くてビクビクしながら階段を降りた。一段降りるたびにどんぐりを踏む音が後ろから聞こえてくるんだよね。全部降り切って鳥居をくぐった時には泣きそうになった。家までついてきたらどうしようって。何歩か歩いて恐る恐る階段を振り向いた。鳥居には誰もいない。ほっとして階段を見上げた時にぎょっとした。神社の入り口の最上段から青白いおっさんが俺を憎そうに睨みつけてるんだ。服をめくり上げてそこにどんぐりを貯めたおっさんがね。走って家に帰って二度とその神社には行かなくなった。
シャレにならないほどじゃないけど、怖かったから書くことにした実話です。俺が東京に来た14年くらい前のこと、本の町である神保町に毎週のように通って古書や外国文学を買い漁っていた。裏通りの本屋を巡るのが好きだった。で、いかがわしいビデオでも漁ろうって気になって、いかにも古そうなビデオ屋に入ったとき、ふと黒パッケージでタイトルが禁断の過去を読み取れないというのが目に入った。そういうのかと思って裏とかビデオの中とか見たんだが、真っ黒なビデオなだけで何もわからなかった。500円って値段シールが貼ってあったので買ってみた。店員に聞いても羊なんか知らんみたいだし、オカルトコーナーに乱雑に積んであった中から引っ張り出した埃まみれのガラクタに責任なんか持てるかって感じだったから試しに買ってみることにした。で、家に帰って早速見ようとその黒いやつをデッキに入れて見ようとしても、デッキが変な音がするんだな。ガキン、ガチャン、ジーコと明らかにテープの読み取り音じゃない。やべえ、ぬっ壊れたかとか思って何度か取り出したり入れて自動再生しないようにしてみて、ようやくブルーバック的な画像らしきものが映る前の読み込み画面的なものが始まった。音声は極めて小さくしてたんだが、映像は青いのにブツブツ話し声みたいなのが聞こえる。で、2分くらいボケっと見てても全く映像が映らんから、音だけでもと思って大きくしたら日本語じゃない音が聞こえるんだ。禁断のとかパッケージに書いてあるのに日本のビデオじゃないのかとか思って見てたら、ふと廃屋の部屋の中をビデオが横向いたままの映像が映った。地面に置かれた状態で部屋を映してる感じだな。人物とかはいないが、なんか喋ってる音がする。そんで早送りしたら何か見えるかもと思い、じーっと早送りしたらカメラが蹴っ飛ばされたみたいに映像が吹っ飛んだ。で、転がった先でいきなり人の顔面のアップが映った。というか、右目だけが映った。ここまでで意味が分かったらすごいが、蹴っ飛ばされたっぽい動きをしたカメラが転がった先に人の顔があるってことは、その人の顔は地面に直接触れているってことだ。10秒以上経っても瞬きしない。死んでるのかと思ったんだが、画像が止まっているらしいし、音だけは聞こえるから、画像が止まって音だけ吹き込んでる感じ。つまり、人間の目だけを撮った映像に音だけを吹き込んだという意味不明な映像。で、音がなんとなく鮮明に聞こえるようになってきたから聞いてみたら、どうも田舎の訛りっぽいだけで日本語だった。3分か、そのくらいほったらかしてたら、その映像から、おい、てめえ、って呼びかける声だけがやけに鮮明に聞こえる。ありゃ、映像を撮ってる人に言ってるのかな、とか思ったら、この映像を見てるやつ、おめえだよ、って俺に言ってるっぽい。で、その後音が一切消えた。映像は相変わらず目だけ映ってる。と思ったら、いきなり画面に赤いものがぶっかけられたらしい。ガラスを血みたいなのが滴り落ちる。そのまま待っていると、右目だけ映ってた人らしい人の髪をずるずると廃屋の奥に引きずっていく人がいる。で、突然画像が消えた。消え方もスイッチ切った消し方じゃなく、カメラを破壊したような終わり方だった。その後早送りしても砂嵐になって何も映っていなかった。
こんなビデオが神保町に売っていました。怖くて二度と見る気がしません。で、引っ越しと同時になくなってしまいました。今あったら四つ目にでもアップすんのにな。オチも何もないのに思わせぶりに失礼しました。今はもう取り壊されたホテルでバイトしてた時のこと。そのホテル、老舗の高級ホテルで、建物は古いが格式は高く、プロ野球チームの常宿でもあった。俺はルームサービスとしてお客さんの対応をしていた。まあ、古いホテルというのは必ず何かしらあるもので、先輩からいろいろ聞いていたが、幸い怖い思いはほとんどしたことがなく、いくつか知らされていたやばい部屋に行っても何も怖いと思ったことはなかった。22時ごろ、フロントからお客がわけのわからないことを言ってるから見てきてくれと連絡が入る。名簿で調べると、その部屋は航空会社の利用、すなわちお客はキャビンアテンダント。部屋は先輩から知らされていたやばい部屋の一つ。やばい部屋というより CA の部屋ということで、ドキドキしながらノックをすると、裸にバスローブを着た CA がガバッと扉を開け、とにかく入ってお風呂見てという。違う意味でドキドキしながら部屋に入るとき、まるでお風呂の湯気で押されるような圧迫感を感じた。どうせゴキブリでも出たのだろうと風呂場に入るといい匂いが。いやいや、別に何も問題はなさそうだ。ゴキブリもいないし、なんだ。洗面台の鏡見て。曇っていて気がつかなかったが、よく見ると鏡に10センチメートルくらいの無数の髪の毛が張り付いていて、思わず、うおと声が出た。この部屋嫌な感じがするし、部屋を変えてほしいと言われた。この状況を見て拒否することもできないので、フロントに電話して別の部屋を用意させた。準備ができるまで一人じゃ怖いから一緒にいてと言われ、CA が言うには、業務用で割り当てられる部屋は曰く付きのことが多く、いろいろ怖い思いをしたけど、ここまではっきり変なものが見えたのは初めてだと。髪の毛以外にも見えたものがあるけど、怖がらせるから言えないと。部屋を移った後の後片付けは俺の仕事。風呂場の掃除も俺の仕事。鏡を見ると髪の毛は増えていた。鏡を見てゾッとした。顔型に曇りが残り、その頭部に髪の毛がついていたのだった。それも三、四人。目を閉じ、口を大きく開けた、なんとも無念そうな。例えれば、突然の事故で死ぬ瞬間のような顔。俺は腰を抜かしそうになり、掃除もほったらかしにして逃げ出した。スタッフルームに逃げ帰り、しばらくするとまたフロントから、例の CA に連絡するように言われ電話をした。本当は黙ってるつもりだったけど、どうしても気になったから言うね。気がつかなかったみたいだけど、実は鏡には髪の毛の他に5人の顔が映ってて、あなたが風呂場に入ったらその5人が一斉にニヤッと笑った。そしてあなたが風呂場から出てきたら、その中の一人だと思う人がついてきて、あなたを上から見下ろしていた。今日は塩を身につけて、できれば線香の一本でもあげて、と言いやがった。泣きそうになった。俺の家は、地方の大きな大学の近くにあって、
近所にアパートが多い。家の右横と斜め前がアパートだ。2年ほど前の話なんだけど、俺が夕方5時頃、高校の帰り道に、その家の斜め前のアパートの前を通りかかった時に、2階の一番俺の家に近い部屋の窓とカーテンが開き、電気がついているのに気がついた。そこは空き部屋だと思っていたんだが、よく見るとベランダ越しに中の様子がわかる。といっても部屋の上部なんだけど、なんだか首を吊っている人がいるように見える。まさかと思って何度も角度を変えて見直したんだけど、ロープがはっきり見えるし、その下に人の頭のようなものがある。顔の表情はわからないけど、全体として首吊りとしか思えない。それで家に戻って、早く帰っていた親父に相談して、一緒に見に行ってもらったら、やっぱり首吊りじゃないか、ということで警察に連絡した。その後に親父がアパートの大家にも電話をかけた。家の前で待っていたら、パトカーと救急車が来て、警官が2人、俺らの方に出てきて、その首吊りを確認した。確かにそう見えるね、と警官の1人が言って、救急隊員らと一同でアパートに入っていった。そのすぐ後にミニバンが来て、大家さんらしき人がアパートに入っていった。そして警察が部屋に入ったらしく、カーテンが引かれ、窓が閉められて、中の様子は見えなくなった。俺と親父がアパートの前で待っていたら、15分くらい後、恐縮した様子の大家さんと警官、救急隊員がそのまま出てきた。大家さんは、すみません、すみません、という感じで、警官の一人に謝っている。救急車は帰っていった。さっきの警官が俺らを見つけて近づいてきて、ご苦労さんでした。心配をかけましたね。いや、自殺ではありませんでした。という。親父が、そうですか。そう見えたんですが、すみませんでしたね。と言うと、いや、それは無理もないです。実際に精巧なマネキンが吊るしてありましたから。しかも全身にお札を貼り付けた。あそこは空き部屋で大家が吊るしたようです。俺が、どうしてそんなことを?と聞くと、警官二人は顔を見合わせていたが、年配の一人が、いや、このままでは不思議でしょうね。大家が言うには、今日は本物の首吊り幽霊が出る日なので、それが出る前に偽物を吊るしておいたということなんです。俺と親父は、はてな、となった。警官も困惑した顔でこう言った。何でも今日は、昔あの部屋で自殺した人の命日で、毎年幽霊が出たと言うんです。それでマネキンを前もって吊るすようにしたら、出なくなったってことだそうです。どう思います?それから2年後に、大家さんはアパートを畳んで、他県にいる娘さんのところに行って、アパートは今、コンビニになっている。